ったわけ。あの、ね、忘れてたんですよ。さっき歌ってあ超えてないなんか変だなと思った辛いって言ってたの。辛いの。あれはあんまり辛くなかったでしょ。美味しかった。ツイキャス流しました。あおい。いやいや言うとるで。いやいや言うとりますが。さあ今日も張り切って参りましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ友博さん何からいきますか。G で。G から。ナミさん G でいきます。わかりました。すげえ。まあまあ。関係ないじゃん。はい。はい、10秒前だ。ただはい、ツイキャス流しております。はい。不倫はいけませんライブ&ともひろアワーさあ今日もやってまいりました。なんだそれなんだそれ。すごく真っ当なことやってるよ。そうですよ。6月15日ねえね今日は雨もしとしと降っておりますが今日も元気いっぱい参りましょう。1時間お付き合いください。お相手は私大吾と、はい、ともひろと急遽参加しますナミです。よろしくお願いします。お願いします。ほら最近さ、うん、不倫のドラマとかね、多いじゃないですか。僕前話したじゃないですか。あのドラマですよ。見ました。見ましたよ。お怒ってるんですか。怒ってますよ私はね、うん、あの口ではね結構軽いこと言いますけど。なるほど。僕はねこれは声に大にして声を大にして言いたい、うん、神さん一筋なわけですよ。声震えてませんちょっと自信なさげな、ね、おいお前たちいや本当にさでもあのテレビ見たらさなんかわさわさっていうか、うんムカムカするっていうかさ、あの昼顔っていうのもね映画にそうそうそう映画公開になってるしね。深夜でね最近まで昼顔やってたんですよ、うん、あねその映画に向けて再放送ね。あんなドラマだとは思わなくて。おお。あらびっくりしました俺は。どうでしたか。あ最悪だねあれはねああいうことをね、うんうん、やってるやつはね、うん、地獄に落ちますよ言うときますけどね。なんだこれ誰やね何の番組これ。大変ですよ、ね、人としてね、うん道をね、うん、外しちゃいかないと思う。そういうのを思わせるためのドラマなんですかね。かな、そうなのかな。でも視聴率多分いいんだよな。だから普段ね実践できないからこそ、うんうんうん、そこでちょっとそうだよね。ちょっとね登場人物にね、うん、気持ちを。だから人間ですものこう、うん、ねいろいろこう寄り道にねしたくなる時もやはりおやあるわけですよ。路線が、うん、でこれはね賛成派間違っちゃったら、はいはい、ごめんなさいってね、うん、素直に言わないといけないなんか話が変わってきてますねなんかおかしいな、うんね、やっぱダメですよね。さっきダメ絶対って言ってたのにもし怒ったら謝るしかないと、うんね、あのさっき痛み止め飲んだので、うん、ちょっとあの朦朧運転しましてダメダメダメタイムリーな今日もね1時間お付き合いください。はい、よろしくお願いします。さあ、お願いします。こんな感じでね、今日も1時間お届けします。第5話のともひろアワーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。そうですよ。メールアドレス761@fmkoza.jp、はいはい、761@fmkoza.jp までメールどんどんください。そして FM コザの、ホームページからはツイキャスユーストリームで動画配信もしておりますね、そちらの方も覗いてみてください。次の9時からの番組のねおかわりくださいのナミさんも今日は、スタジオに入っていますのでぜひいるだけですよ。いや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 何言ってるんですか、ね、僕らのねリーダーですからね、うん、はいこんなとこだけいやらしいね、番組はねちょっと時間帯があれですけど、そうですね、でもいつもね、うん、ロビーの方で仲良くさせていただいたり、そうなんですよね、お酒もね一緒に飲んだりとか、ね、うん、そうだよね、
ね、仲良くさせていただいてありがとうございます。この間いつでした？5月でしたあれ？6月入ってからでしたっけ？6月だ。6月かな？3日でしたっけ、うん、誰かが発熱した時ですよね。先週その話たくさんね番組でされてましたよね。ナミさん、うん、何の熱だったの関さん？もう完全に風邪だったんですよ。あとインフルエンザとかじゃなくてよかったですね。いや本当に次の日日曜日で、うん、まあ、その前にちょっと大変ご迷惑をおかけしましてすいませんでしたもん。いやいやいや、超楽しみにしてたんですよ僕。楽しかったですでしょうね。楽しかったでしょうね。でしょうね。超楽しかったです。あんなにね、うん、遅くまで、ね、あれが最後の回だとはね思わなかったけど、ね、絶対やろうやつ様。次回はですねこんな番組中にね発表、まあ、よかったですよ。またやりますからね。やっぱねこう遠慮しないでいい仲間って、うん、あいいなと思ってですよ、うん、でも本当に遠慮してないから失礼かなと思ってるんですけど。いやいやいや、マジで大丈夫でした？居心地いいっすよ。あ、よかったですよ。やっぱりなんか嬉しいですよね。この僕も居心地よかったですよ。いいよね、なんかこう飾らないメンバーですよね。そうですね。なんて言うんだろう、そんなに会話をつなげなきゃいけないとか、なんか気を使ってるのは全くなくて、ね、本当にね面白くないこと言ったらスルーされますからね。それは当たり前ですよ。そんなことに気になかったみたいな。もったいない。気持ちいいですね。そんな感じでね、何の話でしたっけ。さあそうだ、そう、不倫はいけない、不倫はいけないじゃないですよ。大根のトモイラはこの番組は、はい、ボンコジのことならお任せください。インストール沖縄の提供と、はい、書道用品専門店丸政の提供と、ライブハウスジグザグの提供でお送りいたします。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ちゃんとね書いてある。あ、いいよ。前最後に読んだ時のやつ。 ありがたい、ありがとうございます。もう、あ、そうですね、一度ちょっとエンディングも。そうだよね、丸投げ今日も先に帰ろうと思ってんじゃないの、もしかして。俺ね、ソムチャ行こうと思ってる。なんでよ。しまってる、しまってる。そうか、もうありがたいね。これ、うん、俺ね、来週、再来週かな、ちょっとあの仕事の都合でね、はい、出張があるんですよ。あ、なるほど、うん、お願いしてもいいですか。あの、ね、スポンサーの名前を言いに来るので、ね、そうそうそう、あ、僕はいますので、うん、はい、考えときます。はい、ありがとうございます。前向きによろしくお願いします、ね、いい仲間が増えました。利用されてる。いやいやいや、とんでもないです。怖い怖い。さあ大吾さん、はい、1週間どうでしたか。何かありましたか。いろいろ事件事故とか、まあ、事故だよな。まあちょっとね、あんまりガチの今ガチのやつで、ガチのやつで月曜日の朝に、まあ、ちょっとね追突事故をもらったというか、うん、やっぱり不倫はいけない。宝くじ買いました。買ってないんですよ。宝くじ、うん、当たる、そういう時宝くじ買うと当たるっていうじゃないですか。そうなんだ。あ、ちょっと買ってみよう。もう遅いと思います。当日多分その勢いで行った方が。でもね、痛みはどんどん増してるので買うなら宝くじ今かなと思って。いや怖いですね、うん、ちょっとね、あの雨降りそうな気配で、まだ降ってなかったんだけどさ、うんうんうん、朝ですよ、ちょうどね通勤ラッシュに入る前にちょっと早めに出てたんだけどね、はい、時刻は7時半ぐらいの時間でしたよ。まあ、混み合う、ね、そうそうそう、仕事に行く時間でね、後ろからゴツンとぶつけられて、もうでもねこれは事故だから故意的にやったらね目ごさこはするんですけど、うん、もうしょうがない、もう不注意でだからしょうがないんだけど、僕はね警察を呼んだわけですよ、はい、警察が遅いわけ。来るのが、あの通報して実際に多分42、3分待ったんですよ。え、そんなにですか。本当に本当に。でおかしいだろうと思って10分、まあ、通報して10分ぐらいで着くと思ったもんだから、うん、15分20分ぐらいかな、電話したんですよ。ごめんなさい、さっき通報したものなんですけど、ちょっとあまりにも、まだですかって、もう代行待ってるような気分ですよ。まだですかって言ったら、はい、すいません、いろいろなちょっと案件があの立て込んでおりまして近くでと、はあ、まあ、多分近くで事件かなんか事故かあったのかな、うん、その日は、はい、なのでちょっともうちょっとお待ちいただけますかと、はい、で35分過ぎました、はい、まだ来ない、もう一本だけ電話してみようと、はい、どうなってるって聞いたら、今向かってます恩納村からって言うんですね。かなり遠いなと思って、あ、でもそれもしゃあないからね、国家権力ですからね。で国家権力は関係あるかな。で着いたんですよ、はい、明らかに警察官、若い警察官、はい、なるほど、はあ、で僕らはほらね、まあ2人ぶつけた方とぶつけられた方で待ってて、警察官が降りてきて、どうされましたって言ったわけさ。俺ブチ切れてしまって、おいおいおいと、お前40何分待たしてどうされましたじゃないだろうと、警察官よと、はい、こんだけ待たして
ちょっとごめんねぐらいの雰囲気出せよって言ったわけさ、はいはいはい、遅れてしまって、そして心象がすごく悪くなりましてまあまあそうだよねでもう完全に向こうは僕がぶつけたと思って話が進めるから、逆なんですよって話をして、はい、で一時停止でちゃんと止まりましたかと、はいはい、ああちゃんと止まりましたよ、はい、本当に止まりましたか、本当に止まりましたよと、まあね、そういういきさつが事情聴取があって、はい、ね、まあ、今日を迎えるわけですけど、はい、背中がね非常に痛くて、はい、あのぶつけられた衝撃でってことですよね。そうそうそう、いやそれもあるんですけど、もともとヘルニア持ちなのもんだから、こう天気が悪くなるとねちょっと痛みがひどいんですよ。へ、この1週間ほら結構ずっと、そうそうそう、雨が続きましたよね。だからね、どの痛みなのか、まあ、分からんまま今進めてきてるんだけど、はあ、これがね、はい、まあ、ロキソニンのおかげでね、ロキソニン、あの、痛み止めのね、そう、痛み止めをね、はあ、飲んで今このラジオにね、はい、あの無理やり頑張ってるんですよ。なんかいろいろな情報があったからごちゃっとしてますけど、そう、でもちゃんと病院もね来ました、行ったんですね、うん、だからね本当はね、だからこのぶつけた女の子もさすごい可愛い子だったからさ、うん、僕もほら、うん、おじさんじゃないですか、うん、で不倫はいけないっていうね、あずっとそのテーマで、ね、からね、ずっと進めてるわけですから、言ってる言ってる、大丈夫だよ、うん、おじさんは大丈夫だよ気にするなよ、あまりへこむなよってね、うん、そういう会話をしながら、はい、あの電話番号をね交換したわけですよそれはね、事故の加害者と被害者としての連絡先ですよね、はい、当たり前じゃないですか、それか不倫不倫というキーワードがあるから、ね、キーワードがあるからなんかもう連絡したんですか、これはもうやめとこな、怒られる、怒られる、連絡してないです、してない、保健さんにね、あ、なるほど、クビみたいの嘘なんじゃない、クビみたいの 嘘ですかね、いやごめん、本当に痛いマジで痛い弱みを握るねえ、なんかあるんでしょうね、まあ、大きな方を立ててマジかいや、いいんですよ、いやいや、ね、今エコ入れたのに入れたのにリバーブ、いや今日楽しいな、ナミさんありがとうございます、私何の関係もなかったじゃん今の中にほぼ声も発してないのに、ともいろ1週間どうでした、僕はね、うん、1週間、まあその何でしたっけ、先週はね沖縄から梅雨って言われてたけど、日曜日までいい天気だったのかな、逆に暑すぎたぐらいじゃないですか、ね、夏ぐらい、そうだよな、で今僕本当に泣きたくなるほど今お金がないので、お4月無職だったんですよ、ああそうだよな、はい、いろんなツケがですね、今しわ寄せのしわ寄せがギュッてき て、もうガソリン代も惜しいぐらい、おだからもう土日はずっと家に引きこもって、そのあれですよ CD のね、うん、作ったりとか、うん、あとね読書、あいいね、僕最近ね読書始めたんです、うん、図書館になんか先週行った話をしてましたよね、そうなんです、そうなんです、僕あの小説読めないんですよ、うんうん、ビジネス書は読めるんですけど、うん、あの大学の時に、ね、自己啓発本とかは、うん、誰もが通るじゃないですか、うんうん、あの辺のやつは読めるんですけど、うん、小説作り話っていうんですか、この物語は全く入ってこないので、はあ、読んでると眠くなるようなタイプなんですが、ちょっとそれはかっこ悪いなと思って、やっぱいろんな小説誰々の読んだみたいな言いたいと思って、うん、でそういうの練習をね今してるんです、時間はかかるんですけど、それで日曜日かな一冊また読んで、何者という本を、あ、関さん本読好きですか、うん、なんか今ね写真がいっぱいついてる、ああみたいなこんぐらいのなんでそれは、ビニール袋に入ってたビニ本何なんでもない、なんでもない、そうそうそう、そういう本をね読んで、あと君の膵臓を食べたいっていう本も初めに読んだんですよ、なんだろう、タイトルに非常にね惹かれて、タイトルは聞いたことあります、そうで7月に映画化もされるそうなんですが、あの帯があるじゃないですか、うん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 、本にその帯にこのタイトルになんか最後は涙するみたいな、読んだ後このタイトルに涙するって書かれてて、ずっとそれが頭の中にあって、で借りてですね、うん、読みました、非常に面白かったです、うわ読んでみる、涙したんですか、涙しました、へ文字で涙しました、文字読んで、あそうなんだ、はい、まあその男女のね高校生の男女の話なんですけど、ラブストーリーで彼女死んじゃうんですけど、うわでもそれはもう初めから言ってるわけですよ、冒頭から私はもう死ぬのと、うんいう話をしてるんですが、死ぬ死ぬ詐欺とかではないではなく、なんかあ純粋なラブストーリーかなと思いきや、うん、またそれを少し向こう側を越え、なんていうんですかね、人間
対人間みたいな、人対人っていうんですか、男と女じゃなくて、あちょっと人と人とのなんかあって非常に面白かった、うん、な何者もねとても面白かったです。人間の闇の部分というか、就活を通しての 6人ぐらいのね男女がいるんですけど、その闇の部分でね僕も打ち値して非常にへこんだ、そんな土日でした。はい、ということで引きこもりでした。うーん、なるほどね。ナミさんは1週間どうでした？もうその引きこもりとは全く真逆でですね、初めての一泊キャンプに行ってまいりました。すげえ。キャンプデビューです。おーおーおー、あデビュ ー, デ, ビュ ー, ー、あのデイキャンプはこの間やったんですけど、デイキャンプってあるんですか、あの日帰りのキャンプ。あなるほど、野球選手じゃなくて違う、日帰りであの、うん、一泊行ったんですけどね、泊まりか、はあはあ、最初は良かったですよ、滑り出しは。ただ北部に向かうにつれて、はい、確かに天気予報は曇りのち晴れでした。はいはいはい、ずっと雨が降るっていう。あで国頭まで行ったんですよ、うんうん、で、ま、雨降ったらヤンバルクイナが見れるよと思いながら。えマジで結構雨の日に、ね、出没するんですよ、あの土からミミズが出てきたりするから、餌を求めて餌を求めて、まだ見たことないですよ。見れる確率結構高いんで、ちょっと張り切って行ったんですけど、はい、とりあえずのこう雨の合間を縫ってテントを立てて、おーおーいやいやいやって、まあ、寝るまでは良かったですよ、うんうん、ご飯も食べ て, て、はい、寝ようと思ったらね1時間おきぐらいに目が覚めるんです、うん、へなんかあの折りたたみのベッドみたいなやつを持って行ったんで多少寝れるかなと思ったんですけど、うん、やっぱ1時間半ぐらいに起きて、ね、ヤンバルクイナの鳴き声とか聞こえるんですよ。どんな鳴き声なんですか？なんかねケッ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 みたいな、セキさんみたいな、キョンキョン言うみたいな感じ、なんかあるんですよ、うん、キョン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 鳴くって、セキさんみたいな鳴き声、うん、セキさんみたいな鳴き声あ、うん、似てるかも、なんですよね隙がないでもこれがヤンバルクイナだよって教えてくれるんですか？いやあのね、博物館とかで多分聞けるんですよ、ヤンバルクイナの鳴き声、ははは、そういうので、はい、それで、最終的に3時半に寒って起きるっていう、夜って結構やっぱり冷える、外は冷えるんですよ、ね、ヤンバルだしね、まあ、長袖着ていったんですけど、すげえ寒いと思いながら、はい、でも朝5時半ぐらいに目が覚めるんですけど、あちこち痛いわ眠いわっていうので起きてあーっていうのでぼーっとしながら片付け、結局雨が降ってたので、はい、テントもちょっと乾かさなくちゃいけない、わかる、で初めてだからすごい手間がかかる、で時間もかかるからいろいろやってるうちにちょっとした揉め事とかやりだして、そうなんですよね、でぐったりして帰ってくるっていう、まあ、最後の片付けがねちょっと、そうまあ、慣れたら大したことないでしょうけど、うん、まあ、あの課題点をいっぱい見つけて帰ってきました。夫婦で行ったり家族で行ったりすると、うん、帰りに揉めるわけよ。何名ぐらいで？あ、夫婦2人です。あ、2人で行ったんですか？2人です。あ、そうなんですね。他人いたら大変ですよ、もう揉めますよ、もう。ああ、なるほど、余計に片付けがね意外と大変なんだよね、あの形、うん、テントが形になってくるとテンション上がってくるじゃないですか。楽しいですよね、うんうん、今のテントいいですよね。ワンタッチなんですよ、ね、この間購入して。それに向けて購入したんですか？いやだからなんかキャンプをしたい、キャンプをソロキャンプがしたいって最初言ってたんですよ、旦那さんがね。ソロキャンプ、一人でキャンプをする、ソロキャンプ、YouTube で検索するといろんな人が動画アップしてるんで見てみてください。ソロキャンプに一緒に行こうって言われて、その時点でソロじゃないよ、ね、ソロじゃねえんですね、何かおかしいなって思ったんですけど、うん、デュオかなんかだよねデュオキャンプ、まあでもそれで、うん、きっと楽しいよっていうのをずっと言われて、ちょこちょこっとこう購入していったら、まあ、こういうことになったんですけど、 いやいいね、旦那さんあれアウトドア派？いやそこまで、あじゃあでもキャンプがしたかったんだね、やってみたかったみたいな。いやいいね、まあ、一過性で終わらなければいいんですけどね、うんうんうん、面白そう、まあ、今はねギリギリ楽しめるというか、うん、そうなんて夏はね、うんうん、どうしてもちょっと暑いじゃないですか、暑いね、夜でも、うん、まあ、でもやっぱ涼しいんだ夜は。まだこの間はね、山に行ったんですか、このキャンプ場みたいな。あのキャンプ場です、ヤンバル学びの森っていう、そういういろんなこうウォーキングがあったり施設があって、そこにキャンプ場があるんですよ。周りにもいました、このキャンプしてる人たち4組ぐらい、ファミリーとかで結構いました。いいですね、ワクワクしますよね、テント広げて、テントの中とかね、うん、やっぱちょっとテンションは上がりますよ、うん、しばらくやってないな、
結婚してねすぐぐらいにね、うん、あの神さんと息子と、うん、うちの父ちゃん母ちゃんかな、うん、でやろうってことでいいですね、うん、テント2張り張っていいなやったんだけど案の定さっき言ったようにね片付けの月に揉めまして、ま、その時は何で揉めたんですか。いや分からんけどもうでもほら疲れて結構家に帰りたい限界ギリギリで片付けするじゃないですか。なるほどなしょうもないことで揉め出すわけですよ。ちょっとピリピリ、そうそうそう、空気ピリピリしますね、あれね、うん、でそこで言葉遣い一つとかで家帰って、はい、神さんが一言もうキャンプはやらんって言った宣言、うん、まあそうだよなと思ってさやらん宣言あれ以来キャンプやってなくて、あいいねもう一回ちょっとダメ元で誘ってみようかな。もう忘れてる頃じゃないですか、ね、いいんじゃないですか。多分固くなにやらんって言いそうだな覚えてるかないいですねキャンプ、いいな。僕はケンソーとかによく行ってたけど、あこの家族で親にね、はいはい、お父さんがアウトドア派だったので、ケンソーよく行ってました。はい、そっかそっか。関さん1週間どうだった？あ僕ですか？まさか油断してたよ今。完全に油断してました。そうですね。最近ちょっと怪我しまして、洗顔最近肌が荒れてるもんですから。うん今日は思いっきり顔洗ってやろうと思って泡しにたくさんつけてチュンジュク洗ったら小指が例案の定この鼻の穴に挿入されましてですね、まあ鼻血出るわけですよ。でその時はまだあがががぐらいでまたやっちゃったなと思って終わったんですけど、鼻の中傷つくと何が困るかっていうと、このかさぶたみたいに鼻のこの中がヘッチできるんですよ。分かる分かる。でそれが鼻くそみたいですごい気分が嫌で取るんですよ。したら治ってないわけですよ。ほんでまたかさぶたできるわけですよ。でまた嫌でまた取るわけですよ。すごいかさぶた製造機、うん、それを繰り返している最中です。ただいまだんだんもう治ってきてるんで、ティッシュが赤いティッシュが僕の部屋にはこう痛そうやってるっていう。俺もね今口内炎ループにかかってるんですよ。はいはいはい。下唇口内炎がねずっと家に噛み続けて、あ嫌ですね。1ヶ月ぐらい痛いっすね。口内炎ができないんですよ僕。あらえビタミンめっちゃ取ってんじゃない。だもともと体にビタミンがないので、いやビタミンが不足するとできるんじゃないですか。多分不足しすぎてもう口内炎のでき作るサイクルがないと思う。だからその楽しみにしてた飲み会の前もビタミンの顆粒を、そっか、カラオケに喉にはなんかビタミンがいいっていう情報を自分の中で勝手に作って、じゃあ飲んどくかって飲んだら具合悪くなって。うわなるほどね。毒入ってたんじゃない。慣れないもの入れたから体内にびっくりしちゃってね。口内炎痛いですよね地味にね。ほんまよくわかんないですよ。だから、うん、話は合わせますよ、うん、大変痛いですよね同じとこ噛むんすよねとか言っちゃうんですけど、うん、気持ちは分かってるつもりなんですけど、うん、実際あんまできたことないもんですから、うん、そんなにわかんないです本当は。無限ループですよ。嫌ですよね。唇取りたいぐらい痛くて。唇取りたい。もういらんこんなんだったら唇っていうぐらいね今嫌なんですよこの下唇がね。まあ大変、大吾さん大変ね。いろ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 ありますね。いいっす。病んでおります。じゃあそんな大吾さんが一曲。ね。もう一個入ってる。な僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。誰かの声に気づき僕らは身を潜めた。公園のフェンス越しに夜の風が吹いた。君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所を今でもまだ締め付ける。あれから僕たちは何かを信じてこれたから。窓をそっと開けてみる冬の風
した悲しみっていつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。やんでおりますよ今の心情を、はい、夜空の向こうにね、はい、満面の笑みでやんでおりガチでやんでおりますさあ今日もね、淡々と進めておりますが淡々とではないです、うん、結構な波ありますよこれちょっと本当に波がある人ですよね。ドタバタキャン、そう、ドタバタキャン、自律神経がねほら乱れまくってる感じです。電波に皆さん届いてるでしょうか。うん、ありがとうございます、ね、気をつけましょう、ツイキャス来ております、はいはい、めぐみかんさんがあら、なみさん、はいはいはい、流れで流れで流れでこんばんはということでね、だいごさん何なのこれ、あんなにさっき喋ってたのにね、うん、今ふうってね、うん、いいね、やっぱありがとうね、仲良くしてくれていや優しくしないと何かあるかもしれない、優しくしましょうすごい嫌がらせされるかもしれないから気をつけないと、ね、なんか持ってるのかななんかあるかもしれない、うん、いやいやつかず離れずねいい距離で、ね、いい距離でね大人ですねさあともひろくん一曲いきましょう。じゃあ僕が歌いながら歌いながら CM に行ってください、ね、はいはいはい、オアシス、おオアシスの、うん、リブフォーエバーという曲いいね、すごい足りてますよね。Maybe I don't really wanna know how you got in close. I just wanna fly. Lately, did you wait until the pain and the morning rain sort you super bone? Maybe I just wanna fly. Wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna Maybe I just don't believe. Maybe all the same with me. We say kiss I'll never see. We do count on me forever. I say maybe. I don't really wanna know how you got in close. 'Cause I just wanna fly. Later.And the morning rain is hard to see upon. Maybe I just wanna be all the things I wanna be. But as sorry as time is cry, now it's time to find a why. I just always say with me, we say kiss I'll never see. We do count onこの後のテンションは楽しみなんですけど、あのじゃあ今日お菓子以外にそういえば私雪見大福持ってる来たんですけどちょうど4つあるんですよ。おいえー食べない、あ、ね、今食べました、ね、今今 OK、 あ、いいな、やった大丈夫あります、鼻詰まりがひでえ、風邪ひいてろちょっと風邪ひいてですねいやな、おおすげえなんかかわいい、すごい愛媛みかん、柑橘系、それもなんかアイスクリームがヨーグルト味らしくて、おお、
ないのに。あ、追加スキルだ。大吾さん元気？元気よ。うん、めっちゃ元気。入って入って。用事ある用事ある。じゃあ入って。マジ。水色会ここでやること。水色会。うん。いいね。硬いよこれ。大丈夫。超硬い。これね、雪見大福って何がいいってね、必ず後ろにお手紙が書いてるんですよ。雪見うさぎさんから。ああ、初めて知ったっす。全部の雪見大福に。うん、あ、10秒前だ。ズキューン第5&ともひろアワー、時刻は8時29分を回ったところでございます。今日も張り切ってまいりましょう。さあここでね、もう一方仲間をお迎えしてお届けしていきたいなと思っております。メグカモン。ありがとうございます。いろいろと、こんばんは。はい、こんばんは。ツイキャスでお邪魔してました。めぐみかんです。ういお願いします。いらっしゃい。大丈夫。一番座って。そうそう。うん、こっちにおいで。にぎやか。ないんじゃない。にぎやか、いいですね。さあ映らないよ、ね、あ、そうだよ、こっちおいで、こっち。いいよ、映らなくて。じゃあ、ともひろなんか喋ってて。そう、今ね、今日スタジオにあれじゃないですかね、このあと9時からの番組のおかわりくださいのナミさんがね、オープニングからいらっしゃってるんですけど、その番組の中でね、お菓子を食べるというね、あれコーナーですか、なんか急にできたやつ。急にできたやつ。それでもう今もまたね、今お菓子持ってきてくれて、ちゃんと話聞いてるか。そう、最近なんかね、うん、お菓子で飽き足らず、うん、気になるあのアイスまでを持ってくるっていう。いいですね。俺もね、やりたい放題ですよ。アイス持ってこようと思ったわけ。あのね、たい焼き、チョコたい焼きだったかな、っていうなんかあったんですよ、モナカっぽいたい焼きが。モナカじゃそんなに好きじゃないからよかったね。じゃあ持ってこなくてよかったよ。もういいよ、遊ばん。やばい、今日情緒不安定。これラジオ番組ですよね。そうはいはいはい。これこんな感じで今食べて、あ、じゃあどうぞ、その間食べてるんですか。そう、ナミさんからね、一緒に食べてる、大丈夫。雪見大福愛媛みかん味、おお、差し入れいただきました。久しぶりだな、雪見大福自体は。爽やかヨーグルト味アイスに愛媛みかん、私愛媛みかんソースにまだたどり着いてないわ、そういう。あのさ、これも一緒に食べて二人で。ま、多分さ、俺さ、あのね、さっき話したね、口内炎がこれ持っていかれそうです。すごく怖くて、最近これ恐怖症になってるんですよ。これすごい硬いから多分大丈夫。あ、本当？硬いから勢いづけてガッて噛むことはない。じゃあ、ともひろ、俺が食べてる時は喋るんだよ。ありがとう。その辺の役割分担がね、慣れてないから。そんな感じになってるんだ、真ん中。あ、美味しい。早い。絶対嘘だよ、ね、今。これを伝えないといけないでしょ。わ、なんだろうこれ。中はほら、ヨーグルト風味のクリームじゃないですか。ヨーグルト味アイスで、そうですよね、愛媛みかんソースが中に入ってる、うんうん、外はほらいつもの雪見大福のもちもちっとした感じですよ、はい、こういう感じでダメなの、いいよ、もう聞いてるちゃんと俺、続けてください、うん、続けないんだ。今なんかね、大吾さんの食レポ、食レポでしたね。で、あのソースたどり着きました。めっちゃ食べてる。冷たいですからね、染みますよね。じゃあ返すのも伝わらね。じゃあもう返してあれ食べて。ごめんなさい。さあ、あの雪見大福ってね、あの、うん、皆さん気づいてるかどうかわからないですけど、うん、容器をめくると、うん、裏にね、このキャラクターの雪見うさぎさんからね、お手紙が書いてあるんですよ。キャラクターがいるんですか、まず。なんかいるんです、ね、皆様、雪見大福、愛媛みかんを食べてくださりありがとうございます。爽やかな美味しさを感じてもらえたら幸いです。あ、美味しい。これ突然ですが、皆様にとっての幸せは何ですか。人によって幸せを感じることは違うかもしれません。次、俺を見たい。はい、あなたが幸せでいることが幸せだと感じている人がいるかもしれません。自分をちゃんと幸せにしてあげながら、周りの人も幸せで包める人になれたら素敵ですよね。大吾さん、世界中が
優しい幸せで包まれますように、雪見うさぎより。声震えてるし合唱です。いやいいあれですね。そう、必ずね、なんか書かれてるんですよ、うんうん、取れないじゃん。雪見、今読んだ内容一緒だったんですか。一緒一緒。そうそうそう、定期的に変わるんですかね。物によって違う、味によって物によって違うんですか。ナミさん、これ毎回読んでるの。うん。微笑みながら、物によってって、じゃあ何種類か。いや、普通のやつにも書いてあるし、期間限定でいろいろ出るんですよ。ああ、ちょっと見ていいですか、幸せについて。どうぞどうぞ。いいね、こうラジオ番組で突然ですがって始まるっていう。しかも結構長いですね。そう、へえ。いや、これ美味しいですね。うん、あの、もうちょっとソースが欲しいですね。そうですね、もうちょっと薄くまんべんなく入ってるとすごい助かるかなっていう感じが。そうそう、関さんがね、7割ぐらいソース食べてたんですから。感じたぐらいだ。うん、いやいいね、これ番組でお菓子食べるっていうか、アイス食べるの初めてなので、うんうん、ちょっと戸惑いましたけど、はい、うん、今日ねもう一ついただいたんですよ、うん、瀬戸内レモン塩ピール入りセコイアのグラノーラ入りホワイトクリームチョコレートプレミアムって書いてある。プレミアム、うん、こういう柑橘系が最近多いんですね。やっぱ夏季節に向けてレモンのやつは、うん、なるほど、ね、さっぱりした、うん、爽やかなね。へえ。へえ。いや、雪見うさぎっていうキャラクターを初めて見たなと。うんうんうん、本当に。ね。ちゃんと。こういう番組が1時間あります。忘れてた。ほのぼのしすぎましたね。そうだよね。そうだよね。これあれですね。そっかそっか。そうだよね。これ僕ら9時きっかりに帰りますからね。嘘つきなさいよ。お任せしますね。今日帰るんだって。今日帰るんだ。そっか、残念だね。そうだった。残念だね。うん、これ音楽だったよ。そうよ、音楽の番組だった。そうだそうだ。大悟さん、どうですか、一曲。いつだって君はそうだね、僕のことなのに。なかなかそうしてたんですかね。自分のことのように喜んでくれるんだ。またなんかパクらってる。君の泣いたり笑ったりが僕の拭いきれぬ。変われた。傷だらけの日々に色を添えてゆく。ね、聞いてる。君といて僕知る。何も求めるほどに伝わる愛。何も飾らぬほどに深まる愛。いつだって君はそうだね、僕のことを見て救われたよなんて言うから、不思議なことさ。晴れたり曇ったり変わりやすい僕の空。今日も君が遊びに来る、傘もささずに。何も飾らぬほどに深まる愛。イエイ、ありがとうございます。窓ベーゼというね、離れ組の曲をお届けしました。うん、あとはよろしく。どこ行くんすか、どこ行くんすか。読んでるじゃなくて、読んでるじゃないですよ。黙る指さす。こんなひどい番組ありました。本当ひどい。
ちょっとちょっと番組中なんですけど、今日あまりにも自由すぎじゃない？自由すぎですね。アイス持ってきたから悪いのかしら。アイス食べ出してからね、うん、大吾さん出て行っちゃいましたけど、本当に出て行っちゃったね。明日ラジオがあるんですじゃなくてライブがあるんです。はいはい、そうですよ。この大吾のともひろアワーっていう番組をですね、うん、ライブハウスでね、持って行ってやっちゃおうみたいな形式なんですけど、はいはいはい、まあ、タイトルは本当に大吾ともひろアワーのボリューム5ということで、場所がですね、こっち近いですよ、 FM 小座から沖縄市小屋にあります、ライブハウスジグザグでですね、はい、大吾ともひろアワー、こういったラジオみたいなトークもしながら、そして歌も歌いながらっていう形式でお届けします。時間がですね、夜の8時オープン、そしてスタートが8時半となっています、はい、出演者は私ともひろとあと大吾さんですね、そしてゲストという形で先週ラジオに、遊びに来てくださいましたワイズロードさん、そして、ケンジ&ですね、ケンジさんですね、はい、が、出演されますので、ぜひぜひ皆さん明日、ジグザグにお越しください。入場は無料となっております。はい、入場は無料なんですが、なんか投げ銭形式ということで、うん、まあ、歌を歌ってね、歌聞いて気に入っていただければ、うん、いくらかほど、お金をいただければありがたいなということです。ドリンク、ね、うん、飲むだけでもいいですので、ぜひ遊びに来てください。いいですね。よろしくお願いします。はい、もうね、うん、後ろでね、うん、もうニヤニヤしているおじさん二人がいるんですよ。タバコ吸ってますね。本当に。っていうかさあ、自分の番組なのによく出ていくよね。本当よね。大丈夫？やんでますね。やんでるからね、しょうがないね。やっぱね、うん、もうメインって言ってもいいね。本当にね。不安定なおじさん。ちょっと不安定なおじさんがちょっと多分二人ね、あのギャラリーでね、うん、プカプカしてますけど。あ、じゃあメグさんすいません。うん、今ちょっと PA 座っていただいてるんですが、はいはい、僕これ明日のライブに向けて CD 作ってみたので、はい、これちょっと何何何、9曲目最後の 曲ちょっと流してもらっていいですか。いろいろ自宅でね、はいはい、アコースティック本当にギター一本と声で撮ってみたんですけど、いろいろやっぱり音程が合わないとか声の声量が気になるとか、へ、今試行錯誤中で。これ全部ともひろさんの声？そうです。で、一応9曲入ってるのは3曲をいろいろ取り直して CD に詰めてるだけなんですけど、うん、そうなんですね。とりあえず最後の9曲目、小座の街という歌ですので、ちょっとそれを、ね、了解です。聴いていただきたいなと思います。OK です。はい、よろしくお願いします。曲紹介、はい、もう一回やりますか。トモヒロのオリジナルで小座の街という曲です。
だと沖縄市またの名前はコザ安くて買いよいみんなの街それが銀天街ばあちゃんと言った和光グリーンプラザ買ってもらったプラモデル今も思い出すよ時代は流れ人も流れ変わってくものもあるけど昔と比べて落ち込まないで今が一番輝いているよゆらりく触れ合い小座の街時代は流れ人も流れ変わってくものもあるけど昔と比べて落ち込まないで今が一番輝いているよ変わらないものがここにはあるよゆらりく触れ合い小座の街2回ぶつかったのは分かってるから2回もぶつかったんですよ、まあ、連続でドンドンってなったんですだ1回で止まりきれなかったんじゃないかなちょっとパニックだったんですかね急ブレーキではあるんで、うん、多分急ブレーキでは見てなくてあそのまま怖い怖い、でもね一時停止が前ね今のは9番でした、はい、そんなに早くなかったっす怖いね衝撃って怖いね小座の町っていうな小座の町です町はあの行人弁のあ街頭樹の街頭の街、はい、特に意味は分かんないですけどあのあはいひらがなでお願いしますカカ大吾さんは CD ですか昔のしかない昔のあのバンド時代の聞きたいあるぜなんで今のタイガーは何あるっすよどうしよう今決め顔そしたらふっといてなんだけどどうしようどうしよう取り消すあ今持ってるってことですかあすごい宣言撤回で聞いたことない俺は結構持ってる結構持ってるこれは千葉辰巳これはやるたくみはいはいはい人のしかないじゃないですか肩もっといいのあこれ全然違うあれあ、これこれフィッシュか何番だろうすごいこれ東京うん、これは自主制作版かなうん全部オリジナルですか裏に東京タワーがある、うん、これ全部オリジナルすごいはい、そろそろ行くよはい、お願いします正義さん3番はい、大吾の友ゆらわですやってますねやってますよ、うん、大丈夫ですか大丈夫ですよ大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、ね、本当にこれリスナーの皆さん大丈夫ですかだいぶほっといてるけどいやいやいや、ね、どんなですかツイキャスの方はツイキャスですか、うん、めぐみかんさんが ありがとうございますちょっとたまにでもこれ更新されてない時あるんでねあ、そうなんですかあコメントがね関さんか、あの、うん、今のところ絶好調にみんな慣れてるんだ飽きちゃったのかなそういう時ありますよね、うん、そういう時あるよ ね、うんうん、ね面白くればない番組かなそうそうそうまた始まった始めるっていう始まったよダメなのかなもうちょっと構成を考えないといけないのかな
はい、いや、あのメッセージもらいましたよ、ね、ありがとうございます。もう、ね、催促したみたいです、すいません。楽しく視聴中、あ嬉しい、 なんかおとなしいぞって、うんね、ほらまだ足りないんだよ、何がこうエネルギーを感じてもらえてないから、多分前半飛ばしすぎたんです。そうかもしれない。あそこ聞き逃すとね、ちょっと本当に分かりやすいぐらい分かったもの。そう、 CM 前ね、ちょっと僕のオリジナル曲をね、はいはい、あの流していただいたんですけど、コザの街という歌でしたが、うん、ね、大吾さんももうだいぶ前だね、15年ぐらい前の音源かな、うん、ちょっと聞いてみましょうかね、当たってるかな。3番ちょっとだけ薄くかけてもらっていいですか。あ、違いますね。まさか、うん、これ関さんごめん、7番あたりどうでしょう。あ、これぐらいでいいかな。これね、僕がね、あのバンドの時のやつで、はい、僕が曲作ったわけさ。すごい。で、ね、君物語というタイトルで、うん、これはあの、まあ、シングル2枚のシングルで発売をして、うんうん、まあ売れないわけですよ、なかなかね。で、手売りで最初自主制作、ね、自主制作、うん、1500枚ぐらい売って、すごいすごい、3000枚売ったらね、こうあのメジャーに引っ張ってあげるよっていう方がおられたんですけど、そう、どうこう頑張っても1500が限度でしてね、やっぱ、いや高い、壁高いなと思ってさ。これ大悟さんボーカル、僕はボーカルだけ、ギターは弾いてなくて。あ、そうなんですね、うん、この曲は今でも弾き語りで、たまにだね、もう、うん、ちょっともう少し大きい音で聞きたいですね。後半のところでちょっとラジオボイスみたいなのを入れてみたので、うん、あ、なるほど。そこ、あの例えばともひろレコーディング家でできてるんだったら、うんうん、ちょっと声いじってみたらどうかな。この一部分、そう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 、サビ、うん、もうちょっと後にね。こんな番組だった、いい、大丈夫、いいですいいです、うん、面白い面白い、聞きたい、音楽番組みたいまるで音楽番組you
これ別バージョンだったら、おい、全然ラジオ風にならない。どうして、あの、なんだ、柳沢慎吾がさ、タバコのあのフィルターで、あれやるじゃないですか、あの感じの音色に変えてレコーディングしたバージョンがあったんですけど、ほら、サビのところで、サビのところこの辺でね、変えたんですけど、さ、すみません、普通のバージョンでした、これ待ってましたよね、みんな来ないやつさ、と思ってどこだろう、これ聞き逃したんかなと、聞いていただきました。第5で荒垣第5で君物語というね、結構懐かしいナンバーをお届けしました、ありがとうございます。さあ、あ、もうこんな時間、そうなんですよ、マジか、1分ちょっとですね。さあ、じゃあともひろエンディングいこうか、はい、今日ナミさん本当ありがとうございます、メグもありがとう、いえいえ、こちらこそ、シェキさん、はい、いつもありがとう。わざわざ読んで言わなくてもいいと思うんですけど、不安定、まあ、ありがとうございます、はい、いや、みんな今日もありがとう。また来週会おうぜ。大悟&ともひろ、ボンコジのことならお任せください。インストロ沖縄の提供と書道用品専門店丸政の提供、ライブハウスジグザグの提供でお送りいたしました。はいはい、6月8日、8日じゃないよ、15日で、今日の放送もね、もうエンディングです。最後ともひろありがとうね、いつもありがとう。みんなありがとう。はい、また来週。